伊予西条駅構内にかつてあった内抜き西条市は、愛媛県東予地方、西日本最高峰石槌山の麓に位置する市、瀬戸内海日内灘に面する。西条市は、国の名水百選にも選出されている、内抜きと呼ばれる、自噴水や、カブトガニなどで広く知られる。市が取り組んできた工業を中心とする、産業振興方針を現代でも継承しており、 同市の工業出荷額は四国の市町村の中でも上位に位置する金額である。2000年代前半においては製造品、出荷額などにおいて四国最大を誇っていた時期もあったが、その後今治造船や日本食券などを要する今治市や万の州臨海工業団地を要する境出市に抜かれ、2009年時点では四国3位になっている。臨海部には 国内最大級の今治造船のドックを有する。2004年11月1日、西条市、東予市、周総群小松町、東丹原町が対等合併して新たな西条市が誕生した。西条市中心部周辺の空中写真。2010年4月28日撮影の3枚を合成作成。国土交通省国土地理院地図。 空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに作成。西条という地名は、鎌倉時代の小園名にも見ることができ、その後の西条藩にも受け継がれてきたように、歴史的にも由緒ある地名である。最も古くは、予称期権略万年上に、河野通信は軍港により、新居西条の佐藤玉りとある。西条氏になる以前は古くは、上野軍。 新居郡小松町、明保南方段丘の上に、広さ6000平方メートルにも及ぶ広大な遺跡群がある。約2万年前になる後期旧石器時代の、サヌカイト製ナイフ型石器などが発掘されている。八道山山頂付近にて昭和40年代に、高知製集落が発見され、入りもや建屋なし住居や円形倉庫が、復元展示されている。船屋、天神山、姫、 小松、丹原と、市内各地に古墳が存在している。慶光天皇の第十二王子部国志湖リ別名が、伊予国平定のために派遣され、この地域に高祖神である、アマテラス大臣を祭り磯の神社が創建された。日本でもまだ十六しか発見されていない皇后遺志が、基礎の古代山城である、A 治山城が、変わらず畜靴の木に築かれる。天皇のが、 義母の出身地である、上野郡より、上野と名付けられ、これにより、大同4年に、上野郡は改名となり、新居郡が誕生した。鎌倉時代より、新居郡は、金子市の城下町として栄えたが、天正13年に、橋場秀吉配下の小早川高景吉川元長による四国攻めの軍が、瀬戸内海を渡って、現在の新居浜市に上陸し、 この地方を実質的に支配していた、金子元宅との決戦の場となった。野の市が、原の古泉城、千人塚、高尾城、高峠城、金子ビンゴ神元宅の墓など、多数の旧跡がある。伊予の河野氏ゆかりの一柳氏が、戸様大名として、最上藩を治めていたが三代目、一柳正し教の再改役され、しばらく天領となった。 その後、紀州徳川家より、藩主、徳川頼信の次男、松平頼住を迎え、以後紀州徳川家の師藩として幕末まで、最上藩を治めた。最上松平家第二代、来イ,イタスは、紀州藩主、徳川義宗が将軍となった際に、紀州徳川や紀州藩主を継いだ。松平家は参勤交代を行わない上夫の大名であった。 徳川はじめ門の審判しかも五連士ではあったが、幕末の際には官軍として母親戦争に参戦している。下記のほか、旧市町村の記事も参照のこと。典型的な瀬戸内海式機構で式を通じて、晴れの日が多く降水量は少なめである。夏はヒートアイランド現象が起こる。都市部に比べれば暑くなく、夜には海陸風もあって幾分過ごしやすい。 冬は毎年雪は降るものの積雪するのは平野部では数年に一度程度である。また冬には山地、風が発生することがある。また、新居浜、最上圏の各種計画や、研修実施などの連絡調整、休日、夜間の救急医療体制の整備などを取り行う、特別地方公共団体である新居浜、最上地区広域市町村県事務組合を、 隣接する新居浜市と組織している。災害時総合応援協定最上農業革新都市プロジェクト12歳、教育推進事業フィールド大学事業臨海部は、四国中央市、新居浜市、西条市、今治市、松山市へとつながる、中四国最大規模の工業地帯を形成している。素材、半導体、造船、飲料、発電、鉄鋼など、 工業立地の形態が多種多様な分野に至るのが、当時の工業立地の特徴である。工業出荷額は、四国の市町村の中でもトップクラスであり、高知県全体よりも大きい。隣接する新居浜市とは工業のみならず、商業においても一体化が進んでおり、一つの経済圏を成している。鴨川水系と中山川水系下流部に位置するし、中央部の最上平野は、 国草地帯として知られる。また、西部の収葬地域では、カキ、野菜、果樹などが栽培されており、愛媛県下有数の農業地帯となっている。農業共同組合と朝の海岸が連なっていたが、埋め立てにより、次第に巨場は狭められているものの、小型漁船漁業や海岸を利用したの苔養殖などが営まれている。かつては盛んであったが、現在は、 すべてが廃校となった。東予新産業都市の開発拠点として、大規模な臨海工業団地の建設を機会に、急速に工業が集積した地域である。鴨川水系がもたらす豊富な地下水を有し、四国の中心部に位置すること、西日本最大規模の臨海工業団地を有すること、産業道路として位置づけられた愛媛県道13号、三部川、 新居浜の打線が整備されたことなどが、四国を代表する工業地帯への成長につながっている。最上地域のエレクトロニクス、半導体、ビール、鉄鋼、造船に加え、東予地域の機械製造、丹原地域の芋の、内陸部の縫製業などが主力業種である。東部の埋め立て地に今治造船の尖閣工場があったが、ドック設備が新設され、 新造船も行われるようになった。国内では実に四半世紀ぶりのドック新設であり、業界関係者から注目されるところとなっている。同社最大規模の造船所となっており、大型タンカーや鉱石運搬船などが建造されている。その関係の事業所も立地しており、立地している製造業の幅が広がった。近年では、 西条産業情報支援センターを中心とする内発型産業の育成にも重点を置いている。2017年現在の製造品出荷額等は8251億円であり、県内では今治市に次いで2位となっている。今治造船西条工場住友金属鉱山、東予工場、ルネサスエレクトロニクス、西条工場メディアを再生する愛媛県西条市の 祭礼に登場する祭礼出しである三越屋台と全国で一般的に知られている、いわゆるお三越との区別化と説明のための動画最上弁と呼ばれる。東予方言は新居軍、西部、馬軍に分かれる。西条市は平成の大合併前の旧西条市が新居軍方言。合併した旧東予市、旧小松町、旧丹原町が東予西部方言となる。 新居軍方言がさらに東部と西部に分かれ、旧西条市が新居軍西部方言、新居,浜氏が新居軍東部方言となっている。松山市を中心とした中与とは、異オ弁として一括りにされることも多いが、他県の人間はともかく、東与と中与の人間が話すと明らかに異なることが、互いにすぐわかる。また、話すスピードが大きく異なり、 中与が全国標準と比較して遅く、ゆったりと話し、南与になるとかなり遅く話す。ところが東与は全国標準よりとても早く、全国的にも群を抜いて早く喋る。伊予西条駅東横港三部川地区高速道路、一般国道県道主要地方道、一般県道道の駅主国鉄道文化館祭りについては上記、文化の不死を参照のこと。 名所旧跡観光スポット定随の芝桜と石槌、山下寺温泉旧西条市が0897、旧東吉、小松町、丹原町が0898。ありがとうございます。